この仕事を継ぎたいって言った時に、あの父からこけし屋のこう原点に戻るっていう意味で、その石川県の研修所に行ってこいっていうふうにこう背中を押されて、そこの所長をしておられた川北良三先生から教えていただいたことで、あの木は材料になっても生きているんだと、木は材料になっても生命があるんだっていうふうに教えられました。でそう思って、あの制作していかなきゃダメなんだぞというふうに教えていただいたので、やっぱこけしを作るにあたって木をどうしてもあの使うということで、山で切った木をあの林業の方が持ってきてくださって、でそれを今度は自分があの細かく切っていく、その工程で生えていた木と違って、今度は材としてこの第二の、まあ、人生というか、そういうのがこの木があのスタートするっていう部分で、まずそこであの魂が入るのかなっていうふうに思います。やっぱりそう思えば、この木の端材一つにしたって命があるんだっていうふうに思って、その命があるんだって思えば、やっぱりこの大切に最後まで使わせていただくっていう心が自然と出てきました。こけしはあの作って終わりではないと思うんですね。やっぱりそれを、あ、可愛いなと思って買っていってくださって、そして家に飾っていただいて、こう、あ、いいなってこうめでるっていうんですけども、こうめでていただいて、初めてそのこけしというのが本来の姿になるというか、完結するというか、そう思うとやっぱり大切にしようと思いますし、長く自分の手元に置いておきたいなというふうに思われると思うので、そういった部分で大事なのかなというふうに思います。私はその4代目として、あのこれからも新しいことにチャレンジしていきたいなというふうに思っております。でその中でも、あの最近はあの漆で描彩をするっていう方法をあの考えて制作しております。でその伝統こけしにその漆で描彩をするっていうことが今までなかったんですね。でそれを初めてコンクールに出した時に、あの私の作品は審査対象外ってこう注意文章とか送られてきて、その時にちょっとこう落ち込んだんですけども、お父さんがそれ見て、あ、これは作り続けることに意味があるんだぞって、作り続けていったらそれもまた伝統になっていくんだからなっていうふうに教えられて、その時に本当に励まされて、やっぱり自分がいいなと思ったものを信念を持って作り続けていくっていうことが伝統につながっていくのかなっていうふうに思いました。